カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、このヒカキンゲームズで初アシュラにチャレンジしたいと思います。なんですが、今ね、フレンド見たら水属性で適したモンスターがね、たまたまいないんですよ。こういう時に限ってね、上杉謙信か関羽か、その辺欲しかったんですがいなかったので、ルシファーにしました。ですので今回パーティーは上杉謙信、沖田総司、神か、大和武、ルシファー、神かですね。これでいきたいと思います。GO! で、今まで僕撮影してない時に2、3回チャレンジしたことあるんですが、それはアシュラが初めて出た頃で、結構もうこのバトル1ですぐやられたりして、今じゃ無理だなってずっとやってなかったんですが、前回の超重心祭で上杉謙信当たって、で、神化させて、沖田総司も神化させられたので今回チャレンジすることにしました。はい。でね、せっかくなら貸したいんでいろんな動画見て、ある程度はクエスト勉強しました。まずは下の2体倒します。ほら、ルシファーでもね、ルシファーは万能だけど、ダメージ、あ、でもそっか、バリアあるからでもやっぱ強いな。はい、怖いのがヤマトタケルがゲージミスるとやばいっていう。で、次に上の重力バリアの2体が降りてくるんで、とりあえずまず今のこいつだけ倒したいんですよね。はい、オッケー。で、2匹降りてきます。これが早く倒さないとかなり食らうんですよね、これね。はい、うわ、ルシファーって強いな、結構。でもすごい、前もう僕ここでやられてたんですけど、だいぶやっぱりモンスターに助けられておりますね、これ。よし、で、ヤマトタ、で、上にいるこの2匹のスパイシーの5と4の数字がかなり強い攻撃なので、ヤマトタケルとか使って、倒しながら上行け、よし。このね、石のブロックがどうしても僕苦手で、変な跳ね方しちゃうんですよね。ほら、よし、行った。オッケー。はい、バトル2。バトル2は真ん中にいると、何ターンかするとね、一気に攻撃食らっちゃうので、まずそれの攻撃かわしてからですね。一番外側に逃げるのがいい。おっしゃ、この石の内側にいると一気に食らっちゃうんですよね。ただ上杉さんがいいので、一体だったら大丈夫なので、こいつはキープします。で、横間の方がカンカンになるということで横間にします。ほら、うわ、すげえすげえ、いい。はい、この子も回避。おお、ヤマトタケル、いいね。この次ですね、ここで来ますね。ほら、オッケー。この攻撃が食らいたくなかった。上杉さんだけ食らって、上杉さんだけでもかなり食らってるね。やばい、上に金ハートがあるんですが、もうこっからは集中攻撃なんで、ちょっととりあえずこっち取っておきますか。はい、もう別にこれ鬼倒さなくてもボスだけ倒せば突破できるところ。あー、これいい、めっちゃいい、最高。オラキラーじゃ、うわ、強え。上杉さん強すぎる。で、沖田さんはちょっとハートでも取っておきますかね、余裕あるんで。オラ、山竹からのハート、あー、惜しい。ヤマトタケルで突破ですね、これ。ヤマトタケルのゲージが怖い、ひたすら怖い。はい、突破。バトル3、ここはザコが6体かな。で、真ん中の2匹羽のあるやつ倒します。こいつが攻撃力が強いと。ほら、あ、いいぞ。で、上杉さんで中間の隙間抜けて右行って、右のやつ倒せるね、これ多分。オッケー、山竹、あー、惜しい。このなんか矢印の床がすごい邪魔だね。
ちょっとやばいね。こういってスピードアップできないかな、これで。まあ、スピードアップって感じじゃないもんね。やばい、やばいよ、もうやばいな、これ。ほら、オッケー、危なかった。全然雑魚じゃねえ。よし、あのハートは育成したいけど、ちょっとやばいな。ハート取った方がいいかな。ハート取ります。取れたら取ります。取れろ。うわ、取れないし倒せない。上杉さんで取る。やっべえ。うわ、これ取れるかな。取れてくれ。よし。うわ、剣心、剣心がやっぱりこの中短距離のやつが強いね。あ、待てよ、これ金にしてからと思ったけど、あれ爆発とかするか。ただまだ4ターンあるので、よし、ちょっと大きくなってから倒したいな、これ。あえての外す。あーあああ倒しちゃった。はい、ここは、あ、イージーにいる。この中ボスとシールドの間にカラーンってなる一撃で倒せるポイントがあって、ここっすね。ここに入れれば一撃で倒せることもあるということで、反射が今回2体いるんで狙ってみたいと思います。あー、ダメだ。くそー、ヤマトタケル、むしろもう入ってるからね。ただヤマトタケルまで、あ、来るね、回ってくるね。そう、ちょっとするとシールドが動いて盾になっちゃうんですけど、よし。あ、危ねえ、ずらすな。てかルシファーがいいとこにいる。あー、ハートも取りたいな。ちょっとハート取りたいので、ゲージが見えねえ。よし、あー、ずれちゃった。入れないかな、これ。角度的にはこれ入れる角度だよね。上手い人なら入れる。ちょっとボス寄りに行ってみるか。ほら、あー、ダメかー。くっそー、これあそこ入れたら気持ちいいだろうね。あ、で下にいるとマシンガン食らうんですね。よし、いいぞこれ。お、入れたけど、ちょっと角度が甘かったのでダメでしたね。斜めだったらクラーンってなったんでしょうけど。よし、じゃあハート取ってもう進みましょう。あ、で上にいないとやばいんだこれ。上行け。あー、下行っちゃった。ただ上杉さん貫通なら逃げられるんで、次もボスなんですけど、上にいないとやばいんですよこれ。でも今位置的に逃げられるかもしれないんで、これで多分倒して、あ、シールド打っちゃってる。山竹も横で、そう、次もボスで下にいると、核爆発っていうんですかね、あれ超強い爆発食らっちゃうので、よし、上がってきます。よし、回避してる、これなら。で上杉さん回避して突破。いや、いい流れだ。これでハート取って上上がっていこう。よし、いいんじゃない。あー、下がってきちゃったか。ただ1匹だったら確か耐えられるはず。そう、数ターン後にその爆発が来るんで、それを回避してからみんなで総攻撃をかけると。はい、ですのでこれは安全な横間で。ただ山竹とルシファーは、おお、いいね、いいね。ルシファーはこういう時にいいんだ。これでスピードダウン。ルシファーが受けてないっぽいですね。これめちゃくちゃ怖い。あー、怖え。こ
これミスったら一撃で終了。怖いよ。このゲージのスピード違うからね、山崎速いからね。あったたたたた、ハートもったいない。で、この次ですね。あ、まだこれ逃げれる可能性ある。左か右、左にしようかな。あー、逃げたい。角度ちょっと強めで上行け。あ、やった、一匹も食らわなかった、ラッキー。それもハートがついてる。はい、一気にもう攻撃仕掛けます。おら、総攻撃今んとこ順調だぞ。ただ山竹怖い。よし、山竹の悲劇だけは起こさないようにしないと。あとストライクショット使うポイントもね、ちょっとほぼここまで来たの、てかここまで来たの初めてなんで、ストライクショット使うポイントがあんまり分かんない。おお、マッチだ、ちょっぴりマッチが入った。よし、ハート取りたくない。おら、てかルシファーってほんと強いな。おっと、これはハート取っときますか、怖いから。はい、なんか変な風に跳ねた。あー、ただ大丈夫、よし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 、スピードダウン。はい、ゲージ怖い、相変わらず怖いです。で、ルシファーさん、おお、いいぞ。で、この次は確か、あれどっちだったっけな。はい、また避難しなきゃいけないの分かってるんですけど、ちょっとみんな下にいて、これなんか良くない感じがしそう。左に避難だったかな、確か壁が左側にあって、あ、違うわ、あ、ここか、やべえ、これはやばいぞ。これ下にいるとショットガンめっちゃ食らうとこだ。もうストライクショット使って突破したいんですけど、ルシファーだね、これ。使うの。やーばい。上に行け。よし。あー、浴びとる、浴びとる。まずいぞ。山竹さんは絶対に上に行けないね、これね。まずい。山竹、あ、まずいな、これ。使っちゃいますか。使っちゃいます。上に行きたいので、横っぽくして、抜けることを祈ろう。あら!これがいいのだろうか。よし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 。お、抜けた。でも一応全然食らわせられてないけど、よしよし、これ使っちゃおうか。いや、もったいないかも。いや、使っちゃいます、怖いんで使っちゃいます。ここで負けたら絶対後悔する。真横でほぼ下だけは行かないように行きます。おっしゃー、どうだ、ルシファーのストライクショット、ここで活躍。あー、ルシファーが全然食らわせられなかった。うわー、一体でこれかよ。これはもうずっと上にいます、やーべー、やばいな、これやばすぎるな。ハート取ります。右の鬼、これ来るよね。うわ、大和武、ここで使いたかった。ああ、いやー、頼む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 、やばいやばい、けど
ハートがめっちゃ来てる。これ下回り込んでハート、いや上から行こう。ここ入れるかな、入れてくれ。あ、入れた、やった、ふよっしゃこれはいけたっしょ。突破してハート取りたい、ちっちゃいハートでいい。突破、あーハート取れない。はい、ここが左に次回避するとこですね。いやでもよかった、ストライクショットちょっとね無駄に使っちゃったけど。はい、これはまた左下のアシュラの4が来るまでこっち側にいます。でこのなんかザコ2匹の反射レーザーも強いんですよ。でも左側にいると食らわないんですよね、石があると。怖い、怖いと思うから怖い。あーし、遅いな、スピードダウンしてると。うわー抜け出したい、抜け出せ、よっしゃ。けどまた行っちゃう、また行っちゃう感じ。あーどうでしょう、あこん次か、この次、上杉さんはこの角度だと、こういった方が抜けられる感じかな。はい逃げろ、うわルシファー、いやーあーよかった、とりあえず耐えたね。こっからもうズッパズッパ攻撃かけていきましょう。最悪上杉謙信も次使っちゃうしかないですねこれね。出ろ、あースピードダウンしてんだ、あー全然ダメ、やばいやばいぞ。おいこん次はルシファー、ハートが取れない、下からいってちっちゃいハートだけでも取ろう。よいしょ、よし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 、うわザコ倒したいよ、よしザコ倒そう、これハート取れてくれ、ハート、よっしゃ、それもいい動きしてるぞ、よしよし、これはいける、いけんじゃないこれ。あ危ない危ない危ない、ハート2つは取る、よいしょ、いいいいいい、よっしゃ戦い足りぬわ、最後まで来た。やっぱちゃんとね、あの逃げる方向とか攻撃とか理解してると、あー上にまた行った方がいいやつだこれ。お使います、これは跳ねるやつですね、反射タイプになるやつです。あらーロボットキラー、上行っちゃったか。あと山竹ももうたまりそうなんで、おお音楽がいい、上行きます、よいしょ、あースピードダウンしてていけない、ただ上杉さんは大丈夫だ、縦勘で、よいしょ、剣心逃げるぞ、まだ大丈夫なんでハートをなんとか取りたくない、いける気がする、よし、てか使えばよかったかな今、ああ使えばよかった。この次がヤマトタケル、ハート取るべきか迷うね、ハート取ろう、ハート、うわ取れない、やばいヤマタケル取れないとこれやばいぞ、ハート取りいきます、大丈夫だった、喉痛い、喉が痛い。え、この次が上杉さんで取れるので、ここは動かないでおきましょう今終わったと思った、これだから山竹が怖いんだよ、直で取っちゃいます怖いんで、
あ、使えばよかったバカ。やばい、下に2匹いっちゃった。ここ大丈夫か。使えばよかった。横貫します。あら、よっしゃ、いける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 ぞ。これ山竹溜まってるけどスピードダウンしちゃってるんで上行きます。うん、あ、ルシファー勝ったな。これ全然使ってないぞまだ。でもあー、ルシファーの盾かもいいけど横で行きたいと思います。行くぜ。さよなら、シュラン。行け。倒せ。倒せてないけど来ない。上杉さん、やっぱりあなたですか。うん、やった、めっちゃ綺麗。そのスピンクリだ。落ちろ落ちろ落ちろ。ルシファーでいける。これルシファー、逆にだからルシファー持ってる人だったらフレンドに上杉謙信とかでも全然いけますね。これこれ、うわー、ちょっ、あと残すはつくよみとベシャモンテンだけだ。いやー、綺麗に勝てた。それもね、奥県知事からこれ2体落ちたよっ。あ、オーブンをもらえる。嬉しい。さあ来い、アシュラ。アシュラってでもあんま使ってる人見たことないけど手がでかいやつね。イエーイ、やったぜ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方はこの動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他、私ヒカキンの LINE 公式アカウント、 Twitter、 ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。